吉谷さんお疲れさまです大変ですね速化塾が塾のセールスあんまりしてないんでその分吉谷さんにしわ寄せがいってるような感じでございます <laughs> いやでもおかげさまで、ね、私の方には私の方でドリームアカデミアには行けないような人が来てくれてますんで、うん、やっぱりね私もそれなりにご対応をさせていただいておりますよ、えー、まあ吉谷さんのねレベルでの対応っていうのはしてないですけどね私の場合はどちらかというと最初のきっかけですよね 最初の本当に一歩とか半歩踏み出すためにっていうやつです。で、今回ね、私新企画でクラウドファウンディングを主催しようかと思っているんですよ。実は明日の夜なんですけども、あの、令和版マネーの虎って言いますかね。で、私と出資者の方が対談をして、私が吉田栄作さんの立ち位置で、あの、希望額はいくらですかって聞いたりとかね。まあ10個ぐらい質問するんですよ。で、その間に視聴者さんが出資してもいいかなと思ったら出資するみたいな感じで、 少額ですけどもねそんな何百万とか何千万っていうのものではないんですけどもせいぜい数万円から数十万ぐらいなんででもその数万とか数十万ってものがどうしても作れない方のためにやっぱり人生には限りがありますから例えばね30万の商売を30万貯まるまで待ってたら1年とかかかっちゃう人もいるんですよだったら30万円をポーンと渡して事業を思いっきりさせてあげてねで利回りが出たら1年後にはあ返すよみたいな感じだと。 面白いいんんじゃないかなかと思うんですよやっぱり人生には締め切りがありますんでえそしていいポイントがあるんですよねまあ夏休みの例を取ると分かりやすいと思いますけども夏休みが始まった時からあの最初からね猛ラッシュで宿題する人ってあんまりいないと思うんですよやっぱり夏休みに入る前にできなかったことを夏休みが始まったからスタートすると思うんですよねで宿題ってのはギリギリカツカツになってやるもんだと思いますけどもさすがに最後の一日で やる人ってあんまりいなくってあここを超えたらデッドラインだなと思うものをそれぞれ決めてですね1週間前から追い込んでいくとか3日前から追い込んでいくみたいなのが、うん、まあよくあるパターンかなと思うんですよ。中には7月が終わるまでにやるみたいな感じでねだから7月が10日ぐらい休みがあって8月がいっぱいいっぱい休みがあるという感じだったと思うんですよだから7月の3031そして8月の1日2日ぐらいでババッとやっちゃうみたいなこともあったのかなと思うんですよ。 ただよく考えたら夏休みの宿題って毎日やるように設定されてましたよねだから毎日ちょっとずつやればそんなにねまとめて前半でやらなくても後半でやらなくてもいいんではないかなと思いますだって学校の授業ってあの毎日56時間あるわけですよで宿題出されても56時間毎日やってもかかんないですからねせいぜい1日30分やったら終わる程度のもんだと思うんですよかかって1時間ですよね朝顔の観察日記からあの何ですかね絵日記から何から 1>, 1日時間夏休みの宿題の時間に充てれば多分1日2 0時間のうちに1時間の授業で夏休みをまかないといく技なんですよだからそれをやらないからなんかね、まあ、最後にまとめてやるみたいなことになってはっきり言ってそれは意味がないただ作業してるだけなんで意味がないですよね例えというと自己アフィリエイトをね何も考えずに案件ごとにやってるようなもんなんですよ自己アフィリエイトをやった後にどのようにこれをビジネスに組み込んでいくかっていうふうにやっていかないと 今やってる作業は次にやる作業の部品であるっていう考え方ですよね。で、次の作業を組み上げたら、その組み上げたものも次の作業の部品であるっていう考え方で、どんどん終わりがないんですよね。で、新入社員になっていくと、会社に入ってね、まずはあのいろんな名称とかね、成り立ちとか作業の、 個々の作業を覚えると思うんですけども2年目からはその作業を組み合わせたものを覚えると思うんですよで3年目はより複雑なものとか企画とか営業とかそういったものを覚えると思いますし5年目とかは組織作りとかね、えー、人材育成とかあそんな感じになっていくと思うんでどんどん複雑になっていくと思うんですよねまあどっちにしても時間には限りがあるんで途中から始めたらそれなりのスピードで行かないといけないよということだし うん、ここにいたってねまだねエンジンがかからない方っていうのは、まあ、そういう人生を選ぶんじゃないかなと思うんですよで私は常日頃から思うんですけどもいや分娩間に合ったみたいな感じですよねよく40からインターネットの世界に入ってパソコン始めてねやったなと思いましたよあの時にやらなかったらもう多分あそこまで熱いきっかけっていうのはもうなかったと思いますそれはひとえに私が求めるところと提供してる人が合致した瞬間でもあるんですよで今ネオヒルズって聞かないじゃないですか 私はネオヒルズって言葉にピンときたんですすよよなんんか反応したんですよでもあれからネオヒルズって言葉はなかったんで多分ずーっと私反応する瞬間ないんですよ。まあ、暗号通貨ととかかも多分興味持たなかったなっ思いますよね、うん、だからネオヒルズっていう言葉からアフィリエイトってものを知ってアフィリエイトってものをやったからこそオプトインを知ってオプトインっていうのをやったからあの情報商材ってものの成り立ちが分かってみたいなことでどん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 ,どんね今やってる作業は次の部品でやって繰り返してきたわけなんですよね。 まさに人生劇場かなと思います。まあ吉田さん忙しいですね。<laughs> お疲れ様です。で、私への返信が休憩になっている。まさに行動が休憩になり癒しになり感じですよね。うん、いや映画って本当に面白いですね。それではまたお会いしましょう。いってらっしゃい。